こうやってね、絡めちゃいます。これね、新感覚の酒が飲めるうどんなので、すごい良いかもしれない。食欲。皆さん、こんにちは。今話題のマーラーの味が大好き、料理のお兄さん、リュウジです。はい、もうね、マーラー、シビカラ、これはもう僕の今後人生のテーマです。休日課長です。家でですね、唐辛子とか山椒とか作ってるぐらい好きです。一時教師です。はい、ということでですね、はい、今回、僕のツイッターでですね、マーラー、シビカラな、味わいがですね好きすぎるというつぶやくしたらですね、マーラー愛ならもう誰にも負けないと、はい、食いついてきた、方々がお二人です。はい、負けません、そうなったらですね、もうみんなでもう対決しちゃおうというですね提案をですね、味の素さんが、はい、していただきまして、はい、ありがとうございます、はい、今回ですね、マーラー対決の場を設けてくださいました。はい、はい、1戦目、激戦でしたね、本当ね。激闘の、そうだったんですね。激闘の、はい、引き続きですね、はい、今回はマーラー対決2戦目でございます。はい、はい、1回目はね、がっつり飯対決ですね。そうですね、はい、メインって感じでしたね。はい、でこの対決方法はですね、はい、僕たちが一人一品お題に沿ってマーラー麻婆豆腐、こちらですね、こちら、はいはい、マーラー麻婆豆腐のソースを使ってアレンジレシピを作って、はい、ツイッターでですね、皆さんに、一番美味しそうと思った人の料理をリツイートして投票してもらい、はい、一番投票数の多かった人が勝ちという、ね、ものでございます。はい、はい、あれにと腕が出ますね、これね。そうですね、優秀なソースだけに ね、そうなんですよ。はい、でこちらですね、全国のスーパーやセブンでも売っております。みんなね、いつでも買いに行けますよね。はい、そうなんですよ、はい、すぐに買いに行けます。もうすぐに、はい、そうですね。いや、もう今回はね、本当に気合い入れてきました。本当ですか。びっくりさせます、僕。おお、はい、これはちょっと気合いてます。なるほどね、気合いてますね、はい、僕はね、缶ビールをカシャッと開ける音が聞こえてくるような、そんな一品。なるほど、はい、まあね、今おっしゃってましたけど2戦目、あ、そうだですね、そうですね、これからお題言うところです。そう、2戦目、お題がですね、はい、こちらです。おつまみレシピでございます。来ましたね、来ましたね。お酒もね、みんな大好きですよね。はい、大好きです。お二人も大好きです。僕も大好きですね。なので、これはちょっと波乱の予感がします。そうですね、はい、まあ、僕のチャンネル見てる方は分かると思うんですけど、うん、もうガンガン飲んでますので。そうですよね、はい、逆に負けらんないですこれ。何かけて、なんで負けてんのみたいになっちゃいますよね。はいはい、それではですね、マーラーアレンジ料理対決2戦目スタート。はい、ではですね、僕から作っていきます。このマーラー麻婆豆腐のソースを使ってお題、おつまみレシピにあったですね、こちらを作ります。どれどれ、唐辛子か、はい、麺っぽいよね。はい、あ、いいとこつきましたね、これね。これはですね、マーラー油うどんです。うどんか、油うどん、はい、これから早速作っていきたいと思います。ではですね、材料はこちらでございます。前回と打って変わって結構いろいろ使います。そうだね、はいはい、まずね、マーラー麻婆豆腐1パックでございます。こちらごま油です。油うどんですからね、ごま油使っていきます。小さじ2使っていきますね。はい、であとですね、お砂糖でございます。砂糖、はい、少しね、甘みをつけます。はい、今回はね、ちょっとね、ちょい足しして、もう少しね、うどんに合うような味付けをしていきます。はい、あとですね、おろしにんにく半かけ分、これでちょっと1かけなので、これを半分すりおろして使います。あと冷凍うどんが1玉でございます。であと卵黄が1個、小ネギ切ってあるやつですね、酢もあります。お酢、はい、これね、油うどんにね、お酢をね、少し入れるとね、すごくまとまりがね、あるね、油うどんになるんです。はい、仕上げにラー油を使います。はい、結構ね、調味料はあるんですけども、これがバッチリ美味しいうどんになっちゃうんですね。ということで、このマーラー麻婆豆腐ですね、はい、これね、あの振るといいらしいですね。これ花鳥状態ですね。こうすることによって中のひき肉がばらけるんでね。で、ここにですね、耐熱容器に入れていきます。はい、でね、ソースもね、結構ね、あの粘度が高いので、しっかり絞り出しましょう。ここにね、もうね、味付けしちゃいます。ごま油です。はい、あとはね、お砂糖、はい、これちょっとね、甘みをつけていきたいんですね。砂糖、はい、お砂糖ね。あとお酢ですね、これを入れることによって少しね、酸味がついてね、うどんとね、すごく相性が良くなります、ね、ちょっとお酢意外でしたね、はい、お酢意外ですか、これね、いいんですよ。ニンニクはおろします。はい、おろしニンニクです。はい、ない方はチューブでも大丈夫なんですけども、おろした方がまあ美味しいですね。はい、こんな感じですね。はい、
で、冷凍うどんなんですけども、こちらですね、凍ったままの冷凍うどんです、はい、凍ったままの冷凍うどんをここにちょっとね、入りきらないんですけども、うん、大丈夫です、はい、大丈夫なんです、これ、まあ、ちょっともう何つくんだって感じになってますけど全然平気なんですよ。これをですね、はい、ラップして電子レンジで、ね、4分半加熱します。4分半、はい、ね、はい、沈んでる。そう、さっきまで飛び出てたんですけども、うん、いい感じで、ね、沈んでね、すっぽり収まりました、ね、すっぽり収まるんですこれが、はい、でですね、この状態ですね、こうやってね絡めちゃいます。うどんをね、うまそう、はい、これが、ね、非常にねパンチのあるね味わいでね、うどんでおつまみってなんだお前っていう感じなんですけど、もうねこのレシピはね、うどんで飲むっていうコンセプトのもとに開発しましたなるほど、今でかつねあんまりうどんでね飲む人いないと思うんですけども、これね新感覚の酒が飲めるうどんなので、はい、こいつをですねもう盛り付けていきます、うん、はい、このね太いねうどんにねマーラー麻婆豆腐のタレがね絡まってね非常に美味しくなるんですよ、これが、すでに香りがもうすごい香りですね、食欲を、ここに卵黄です、はい、でですね小ネギですね、でこのままでももうもちろん美味しいんですけども、うん、僕はラー油です、うん、おつまみですからね、辛さをちょっとプラスしたいなと思いまして、なるほど、お酒買うのか、はい、そうしましたらですね、マーラー油うどん完成でございます。早っ早っ早っはい、早速ね、皆さんで試食していきたいと思いますが、今回はですね、おつまみレシピなんですよ、なのでお酒がなきゃねダメですよね。乾杯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 、じゃあ、課長から、はい、これね、卵黄はねもうね絡めちゃって大丈夫です、うん、僕の箸で絡めてしまってよろしいでしょうか。絡めちゃって、あーすごいな、色気が、どういう卵黄の色気が面白いな、すごいなこれ、いただきますありがとうございます。後からじんわり辛さきますね、うん、ありがとうございます、美味しい、はい、うまい、ありがとうございます、ね、はい、お砂糖は分からなくなってる、うん、はい、ちょっとこの酸味が残ってて、それがすごい爽やかで、はい、前回俺が作ったジャージャー麺とは全く違うものが、はい、うんうん、そうですね、あのちょっとね、うん、甘みをちょっと加えて、あの、うん、お酢をね少し垂らすと、あのこの最後まで美味しく食べられるっていう、うん、はい、結構ね、油も入ってるので、うんうん、油が入ってると、結構重たくなっちゃうので、うんうん、そこを酢で少し緩和するっていうような、うんうん、はい、素晴らしい、これはつまみですね、はい、つまみなんですよ、うどんで飲みたい方はぜひねこれね食べしていただきたいと思うんです、ですけども、うん、今回ねこの油うどん手早く、できる、うん、油うどんになってますので、ぜひ皆さん僕の油うどんに投票していただきたいと思います。はい、ということでですね、マーラー料理対決、まずは僕の料理が終わりました。このマーラー料理対決は皆さんの投票で優勝が決まります。投票方法は2つ、3人の料理の中で一番食べたいと思った投票用ツイートをリツイートしてくれたら1票分としてカウントされます、うん、さらに僕たちのアレンジレシピを実際作ってハッシュタグをつけてその写真を投稿してくれたら5票分としてカウントされちゃいます。5票分ですよ、作ったらね、これ作ってもらうのもそこね、ね、そうですね、ポイントですからねこれね、はい、さらに僕たちから5名ずつプレゼントがあります、うん、はい、ちなみに僕が用意してたプレゼントは、まあ、さっきからちょっとチラチラ見えてますけども、これでございます今ねかなり、好評いただいてます龍二式悪魔のレシピ本、はい、こちらをですね一応ねサインを書きました僕、はい、直サイン入りで、やりました、これこちらですね、プレゼントさせていただきますので、皆さんねぜひ投票をお願いしたいと思います。次はですね、休日課長がレシピを披露してくれます。もう帰り道なんか満たされない気持ちを持って帰ってる時に、うん、こう缶ビールとこうなんか当てにどうかな的な何か、うん、
なんだ一言でって書いてあるじゃん、はい、行きたいと思います、はい、お楽しみに、バイバーイ。